こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では最近僕が買ったユニクロのあるシャツをですね、皆さんにご紹介をしてみたいと思います。まあ夏に着るトップスといえば T シャツが代表的なのかなと思います。僕自身もやっぱり楽なので T シャツを着ることが圧倒的に多いんですね。ただそれだけだとやっぱりカジュアルになりすぎてしまうので、どこかきれいめなアイテムというものも持っておきたいなと思うんですね。まあそんな時に活躍するのがシャツというアイテムなんですね。まあシャツというのはT シャツに比べると襟がついていたりボタンがついているので、きれいめな印象が漂うアイテムなのかなと思っています。まあ、このようなシャツというアイテムを取り入れながら着こなしのバリエーションを出していくと大人の男性には良いのかなと思っています。まあ、ここ数年の夏用のシャツのおすすめということで、最近ではですねオープンカラーシャツというものを皆さんにおすすめしているかなと思います。とても今っぽいアイテムで、これはこれで非常にあると便利なんですが、このアイテムというのは半袖なのでちょっとカジュアルに見えることもあるんですね。できればもう一つ長袖のシャツというものを持っていただくと、さらに着こなしのバリエーションが広がるのかなと思っています。まあ、長袖といってもそのまま着るのではなくて腕まくりをして着ていただくので、そこまで暑苦しいことはないかなと思います。まあ、通常であれば僕が皆さんに長袖シャツとしてご提案するのはリネンシャツなんですね。まあ、これは定番中の定番なので、今年もですねユニクロですとか様々なセレクトショップに行って実際に試着をしてみたんですが、なんかですね僕の中ではしっくりこなかったんですね。特に動画で解説するにはユニクロのリネンシャツがあったらいいかなと思って実際に試着をしたり購入もしたんですが、何かしっくりこない部分があってなかなか動画にすることができなかったんですね。まあ、そんな中たまたまユニクロの店内をブラッとしていたら、ある1枚のシャツに出会ったんですね。そのシャツを試着をしてみたら、これだったら皆さんに自信を持ってお勧めできるなという確信が持てたので、今回はそのアイテムを実際に買って持ってきてみました。それがこれからご紹介するこちらのアイテムになります。こちらはユニクロのですねリネンコットンスタンドカラーシャツというアイテムになりますね。価格は2000円前後で、まためちゃくちゃコスパのいいアイテムなのかなと思っています。まあ先ほどもお伝えしたようにリネンシャツがちょっとしっくりこなかったんですが、こちらはですねリネンとコットンが混合されている素材になっているんですね。リネン 100% のものに比べると肌触りが少しソフトなんですね。その分とてもですね着心地のいいシャツに仕上がっています。で、特徴的なのはやっぱり襟型ですね。まあ、最近のトレンドであるバンドカラーシャツになっていますので、1枚で着ても今っぽさというところが表現しやすいのかなと思っています。まあ、たくさんのカラー展開があるんですが、中でも僕が気に入ったのはこちらのネイビーなんですね。すごく色合いが綺麗です。少しデニムのような深いインディゴブルーのような雰囲気で、とてもですね上品な雰囲気が漂うシャツかなと思っています。正直ですね2000円ぐらいのシャツだとディティールに安っぽさが出ることが多いんですよね。まあ、代表的なのは使ってるボタンがチャッチく見えることが多いんですけども、ユニクロのシャツはですね非常にボタンの作りも精巧になっています。できればボタンというのは天然素材の方が上品な見え方がするんですが、ユニクロのボタンは天然素材ではないんですが、見え方としてはすごくですね天然の貝ボタンのような上品な雰囲気が表現されてるんですね。こういうディティールまでしっかりと作り込んであるところが、まあ、ユニクロの素晴らしいところかなと思っています。まあ、シャツのサイズ感は今トレンドのビッグシルエットというわけではないんですが、タイトすぎずにですね程よくゆとり感があるので非常に使い勝手がいいアイテムなのかなと思っています。今回はこのシャツを使いながら皆さんに具体的なコーディネートをですね2つご案内していきたいなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。はい、ということで実際に着ていました。いかがでしょうか。まあ、簡単にコーディネートについて解説をしたいと思うんですが、一番下にはですね白の丸首の T シャツを着ています。そしてその上にですねリネンコットンのスタンドカラーシャツ、今回購入したものを着ています。でボトムスに関してはブラックのですねシャカシャカパンツ、これはグラミチのものを履いています。そして足元ですね白レザースニーカーを合わせています。まずはですねこれが一番合わせやすい着こなしなのかなと思っています。ネイビーとブラックというのは結構相性がいいんですね。どちらとも濃い色なんですが微妙に色の雰囲気が違うので重たく見えすぎないのがポイントになるのかなと思っています。全体が濃い色でまとまっているので足元は白レザースニーカーで少し明るさを足してあげるのと、あとは第一ボタンを開けて白の T シャツを少し覗かせてあげると、これも軽快な雰囲気が出しやすいのかなと思っています。そしてシャツなんですが必ず腕まくりをするようにしてください。腕まくりの方法に関しては他の動画を用意していますので、そちらを参照にしていただきたいんですが、こちらの動画でもさっくりとお伝えしますね。まずは大きく1回まくります。
そしてその上からですね、もう一回まくるという方法ですね。このような形で肌が少し見えるだけで軽快な雰囲気が伝わりやすいかなと思っています。まああんまりまくりすぎてしまうのもかっこよくないので、腕の関節の 7-8 センチぐらい手前ぐらいのところを目安として腕をまくっていただければなと思っています。まあすごく簡単な着こなしなので、ぜひ皆さんにも取り入れていただきたいなと思っています。今僕はですね、ボタンを基本的には止めていますが、これを全部外しても全然見え方が違うので、ちょっとやってみたいと思います。はい、ボタンを外してみました。だいぶ見え方が違うかなと思います。せっかくなのでもうちょっと近づいて皆さんにお見せしたいと思います。どうでしょうか。こんな感じで開けてみると全然見え方が違うかなと思います。先ほどのコーディネートだとシャツをメインとしたような着こなしになりますが、こちらの場合はあくまで羽織物としてシャツを活用しているような形になります。全然見え方が違うかなと思うんですね。同じコーディネートでも前ボタンを開けるか開けないかで全然雰囲気が違うかなと思いますので、このような着こなしもですね、ぜひ皆さんお試しいただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートを解説したいと思います。上半身は先ほどと変わっていません。白の丸首 T シャツの上にネイビーのリネンコットンスタンドカラーシャツを合わせています。で、ボトムスに関しては先ほどはブラックのロング丈のパンツでしたが、今回はカーキ色のショートパンツを合わせています。色も長さも違うので全然異なる雰囲気になっているかなと思っています。僕自身夏はショートパンツを履くことが多いんですが、ショートパンツに T シャツだとどうしてもカジュアルすぎてしまうんですね。ですのでショートパンツを履くときには上半身に少しきれいめの要素のものを取り入れた方がバランスが取りやすいかなと思っています。リネンのシャツのきれいさとショートパンツのカジュアルさ、この2つがミックスされることできれいめとカジュアルのバランスが取りやすいのかなと思っています。この着こなしも結構簡単なので、ぜひ皆さんにもお試しいただきたいなと思っています。で、このコーディネートのポイントは色なんですね。ネイビーという色とオリーブですとかカーキという色は非常に相性がいいかなと思っています。ネイビーは濃い色なのでシャープでシュッとしたイメージになりますし、カーキというのは良くも悪くもちょっとしたやぼったさがある色なんですね。この特性が違う2つを掛け合わせることで非常にバランスのいい着こなしが作りやすいかなと思っています。で、今回は足元をエアマックス97のブラックで合わせていますが、意外と様々な靴でも合いやすいかなと思っています。よく動画の中でご紹介している手羽のサンダルも合うかなと思いますし、白のレザースニーカーももちろん合います。もしくはあまり動画の中では登場してこなかったですが、リビエラというブランドのスリッポンみたいなものも非常に相性がいいので、よかったら皆さん合わせてみていただきたいなと思っています。先ほどのブラックのパンツの場合は前を開けて着ることもあるんですが、このような短パンを合わせるときには前まで開けてしまうとちょっとカジュアルに触れすぎてしまうかなと思いますので、僕自身は前を閉じてちょっときれいめに着ることが多いのかなと思っています。僕たち30代40代世代にとって大切なのはあくまでカジュアルになりすぎないというところなんですね。この点だけを意識しておくと全身のバランスが取りやすいかなと思いますので、ぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画では僕が最近買ったユニクロのリネンコットンスタンドカラーシャツについて解説をしてみました。たった2000円という金額でこのような上品なシャツが手に入るというのは非常にコストパフォーマンスが高いのかなと思っています。正直ユニクロのタグを見なかったらもっと高い価格のシャツとほとんど見え方は変わらないかなと思っています。通常のユニクロのリネンシャツというところも決して悪くはないんですが、ちょっと今っぽさだとか気分を変えたいなという方はこちらのスタンドカラーのシャツを取り入れていただくとだいぶ見え方が変わってくるのかなと思っています。僕自身ユニクロの通常のリネンシャツを着てもなんとなくしっくりこなかったんですが、それはなぜかというと新鮮さとかワクワク感というところがなかなか出なかったからなのかなと思っています。定番的なアイテムもいいかなと思うんですが、そこに少しだけ今っぽさというものを加えてあげるとだいぶ雰囲気が変わるかなと思いますので、ぜひ皆さんもこちらのシャツ店頭で試着をしていただきたいなと思っています。ちなみにサイズ感なんですが、僕は今回ですね通常の S ではなくて M サイズを選んで少しゆったり着るようにしています。サイズ感自体は非常にベーシックな作りになっているので、今っぽく着たい方はあえてワンサイズを上げてみるという方法もぜひお試しいただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。